州では。質問、山奥で車が故障してしまい、修理を呼ぼうと、私は電話ボックスに入った。それはこれが使えないためだ。電話ボックスとか懐かしい。スマホの電波が入らず困っていたところ、運よく電話ボックスが見つかったのだ。無事に業者を呼ぶことができた。質問、電話をかけ終えて電話ボックスから出ようとした私は、ある不気味なものに気がついた。え、本物？指紋まで、はっきりくっきり残ってそうね。ガラスに血のついた手形のようなものがついている。それはどうやら、中ではなく外側についているようだった。立ちの悪いいたずらだと思いつつも、私は心臓の鼓動が早まるのを感じた。質問、一刻も早く電話ボックスから出ようとするが、なぜか扉が開かない。クソなんでだ。その時、ボックス内に大きな音が響き渡った。それはここからだ。公衆電話が鳴り出すとか心臓止まるわ。ホラー映画、あるあるよね。おしっこちびっちゃう寝れるよ。ジリンジリンジリン公衆電話が突然音を立てて震え出した。それは鳴りやむ気配がない。恐る恐る出ると、お話ししましょう。という女性の声が聞こえた。私は驚き、受話器を思いっきり叩き置いた。質問、受話器を置いたはずだったが、また声が聞こえてきた。声はどこから聞こえてきたのだろう。やあ。頭、異常にでかくない？よし、じゃない。どこにでも出没するな。主人公、頭から食われるんじゃない。いただきます。声の主は背後に立っていた。血だらけの女が笑みを浮かべながら、ガラス面を手のひらで叩きつけている。車修理の業者が到着した時には、客の姿はどこにも見当たらなかった。全身食われちまったか。